はいそれでは早速ですが始めていきたいと思います、はい、え本日のユニッケレランジが第464回となりますはい、はい、本日司会を務めます高尾ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい番組の後半ではえー、皆さんとの Q&A の時間も設けておりますのでえー、チャット欄からどしどしご質問いただければと思います今回のゲストは、はい、映画監督脚本家の村上梨子さんです村上さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします はいでは、朝からごごご参加いいいただきあありりががととううざざまますすでは <laughs> えと雑 <laughs> ちょっと朝っぱらから1時間がっつりと, <laughs> えとこれまでの生い立ちを含めて今の活動、今後の展望というところについて、あとは今、大事にされている価値観といったところについて、いろいろとお伺いしていければと思います。 はい、よろししくお願いします,しいしますではまず初めになんですけれども<え>え現在の活動だったりとか注力して取り組まれていることについて、えー、とお伺いしてもよろしいでしょうか。はい私は映画監督脚本家ってことでやらせていただいてるんですけれども去年の10月ぐらいに映画監督になろうというのを決めて映画学校とかも行ったことがないところから。うん 脚本も自分で書いて30名ぐらいメンバーを集めさせていただいてロケ地とかそういったものを全部自分で集めて、うん、11月12月で撮影して10月ぐらいですかねに、うん、山田隆之さんが主催のミラーライアーフィルムズっていうのに選んでいただいて全国の50回以上のイオンシネマでの上映が決定したっていう感じです。 なるほどな、ありがとうございます。<laughs> じゃあ今はもう本当に映画監督としてのご活動が中心ということですかね。そうですね。と、うん、今はその反響でいただいたお仕事とかをしながらいろいろ挑戦してるっていう感じです。うん、あ,ありがとうございます。今やられてる仕事についてもう少しだけあのお伺いしてみたいんですけれども、はい、そう去年の10月ぐらいに映画監督になろうと思ったっていうのは、はい、なんかどういったきっかけだったりとか、はい、出来事っていうのがあったんですか。 えとその前ちょっとフリーランスで映像制作とかをしてたんですけど、うん、映像制作を今やってる人ってめちゃくちゃ多いので、うん、自分の強みを生かせないかなっていうところで、うん、まあの中学生ぐらいから小説を書いていて、うん、で結構そちらが賞をもらっていたりしたので、うん、ま物語のある映像、まあ、映画っていうのを作ったら強みが出かせるんじゃないかっていうまあ 掛け算みたいな感じで、うん、始めたんですけど,ど,どあと、まあ、私はクリストファー・ノーランっていう監督が好きであメントっていう映画が一番好きなんですけど、はい、そちらをにすごい憧れて、うん、あのノーランみたいな監督になったら楽しそうっていうので、うん、<laughs> 始めました。ななるほどなるほほどど ありがとうございますここもあのもう少しだけ聞いていきたいんですけど映画監督になろうと思って、はい、まあ実際にこうアクションを取っていく、はい、なんか例えば結構普通の人だと、はい、まあじゃあとりあえず映画学校行くかとか、はいはい、なんかそのちょっとこうなんていうんですかねいきなりなるっていうよりは何から始めればいいんだろうみたいなところから始まると思うんですけどかなりこう去年の10月ぐらいになろうと思って10月11月で取っていくって、はいはい、かなり すごいなって思ったんですけど <laughs> なんか具体的にこうどういうふうに進めていかれたんですか本当に映画学校とかも最初は考えたんですよ。アメリカとかこう有名な映画学校行きたいなみたいな考えたんですけど、うん、もうめちゃくちゃお金かかるって調べて分かって、ね、全然無理だなってなって。えーうんうん、でまあそのそれでなんだろうまあもう一番近道なのが多分もう。うん 短編をを本作っっっててて取しまそれをこう持って次のステップに行くっていうのがまあ一番近道かなって思って作、うんる,うん、ることにしたって感じでしたね。 なるほどなるほどじゃあもう何か何て言うんですかね、うん、うんとこうなんかちょっとアマチュア的な発想だと,ちょっとまずはカルチャースクールからみたいな感じだと思うんですけどどっちかっていうと本当にこうご自身の強みを生かして何ができるのかっていうところにかなりフォーカスをしてを作っていったってていいたう感じですかね、うんうん、そうですねでもなんか、まあ、でもやっていくうちに結構ちゃんと学ぶのも大事だなっていう気はしますけど。うんうん けど、なんか、でも、やっぱ最初のとっかかり。映画を作っている人の中では、多分始めたのも早い方ではないので。うんうん、やっぱ、とっかかりを作るという点では。うんうん、まあ、もう、最初に作品を一本作ってしまうというのは、良かったかなって思ってます。まあ、ね、まあ、そのとっかかりを作るという意味では、まず。 あのまあ、できるだけ早めにやっていくっていうのは、まあ、かなり今回こうそう,、ね、そうしたんだろうなと思うんですけどちょっとだけその今回のこと、はい、あのもうちょっと聞いてみたいなと思っていて今回映画を作っていてこう一番大変だったとかうん、うん、いやこれは結構頑張ったなっていうところってなんかどういっったたところがあったんですかうん、うん、やっぱり映画って一人では作れないので今回も、うんまあ、最終的に30名ぐらいの方に。 協力していただいたんですけれども、うん、やっぱそのいろんな人に協力していただくっていうのが一番大変だったところですね。なるほどなあ、まあ、確かに映画を一人で撮るっていうのは確かに本当にちょっと難しい感じもしますしうん,、うん、なんかそういうなんか映画界にすごくコネクションとかがなんかあればね、うん、なんかすごいなんかヒュッて。 もしかしたら集まるのかもしれないけど、そこで何をなんだろうとどろかせてる人たちとはまた違う,うん、うん、多分戦い方というかやり方だったんじゃないかなと思うんですけど、なんかどういう工夫とかをされてたんですか？うんうん、あの本当にお金もなかったので、あの私はネットで基本的に募集をかけたんですけど、なるほど。うんうん、その募集の段階で、あまあある意味ネットを使って募集したっていうのも結構ちょっとうん、うん、まあ現代的というか、うんうんうかもしれないんですけど、うんうんうん、確かに。うん、募集の段階であの。 ちょっと今回はあの先に報酬をお支払いできないんですけれども、うん、あの賞金が出たら分配しますという形で募集、うん、させていただいてそれに賛同していただく方にお願いしたっていうところはそうですね、うん、工夫というかですね。とはあとはやっぱその脚本を読んでいただいて何だろう面白いねって思っていたと。 いいただいてすごいあの協力してくださったって方も中にはいらっしゃいましたあなあじゃあまあその、まあ、募集の仕方がまあやっぱ現代的というかやっぱこう共感してくれて賛同してくれた人もいたしまた、うんね、はやっぱ脚婚をうのやこれをちゃんと実現したいっていうふうに思ってくださった、うん、まあ共感してくださった方があのいっぱいいらっしゃったっていうことなんですね。ねうん、うん、あああありりがとととううございますあとあのます、あの創作活動とかっってやぱこ なんだろうな映画が初めてだったとしても、はい、先ほどおっしゃっていただいたように小説だったりとか一、うん、日にしてならずというかきっとこ,う <laughs> これまでの創作活動のこう積み重ねが今につながってるんじゃないかなって思ったんですけれども結構こうあれですか幼少期だったりとかそうですねあの過去から創作活動みたいなものはされてたんですかそうですね、うん、小学校ぐららいからうん、うんはい その毛、ね、<laughs> <laughs> えう、それはなんか具体的にはどんなことされてたんですか小学校の時すごい本を読むのが好きでその時から結構その作家になりたいっていうのは思っていていい、うん、休み時間になんか友達となんか本,本を作ろうって言ってオリジナルストーリーみたいなのをうん、うん、<laughs> 書いたり。たりでもその時は本当にミステリー 好きだったので、うん、なんかアガサ・クリスティとか早見るさんとかそういうのをこう何て言うんですかね真似してみたりしていろいろ書いてたんですけど、うん、なんか結構もう小学校の時からなんか中学に入ったら小説を書こうっていうのは決めてて、うん、な,んかなのでもうなんか中学受験をしたんですけど、うん、その時もあの文芸部のある学校を調べて。うんうんうん そその学校を受けましたたうだったんですね中学受験するってことはじゃあ結構小学校の時からまあ勉強も頑張りながらこうやられてたっていう感じなんですかね。うん、そうですね特に国語とか作文とかみたいな,、うん、なんかそういったところだったんですかね。あ、確かになんか作文はめちゃくちゃ好きでしたね。なるほどなるほど。 ありがとうございます。うんうん、まあじゃあそうすると、まあ、じゃあもうこう、まあ、小学校から本を読むのが好きで作家になりたくて、うん、で中学校で文芸部のある、えー、と中学校受験して、うんうん、で入学されて、実際小説も書いてらっしゃったんですか、うん。そうですね、書きました。でも、うん、実は作品どころかあの、うん、部活を作るところから始まってて、あそうなんですね。<laughs> 文芸部あったんですけど、うん、中高一貫校だったので、中高がこう。 一緒になっってる文芸部だったんですねなるほど<で>、はい、部室とかもあってもうキラキラした感じで <laughs> 行ったんですけどでなんかすごいあの先輩方も面白い方が多かったんですけど、うん、2> 高2高3の方が多くて、うん、結構なんだろうなのんびりのんびり活動してる方が多くて部室でボードゲームしてるみたいな <laughs> 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 結構受験勉強もちょっと悪いし。うん でボーードゲームしてるみたいなあんまり文芸活動してない方が多くてなんか、うん、ちょっとなんかあれ想像の文芸部と違うみたいな <laughs> 結構なんかすごいバリバリ活動するのを勝手に想像してて、うん、ってなってでちょっと悩んだ結果なんか中学だけでバリバリ活動できないかなって思って「うんはい、中学文芸部を作っていいですか?」っていうふうに先生に相談して。<laughs> 中学の部員が 人にてづらいみたいなのがあ,<ー> <laughs> あったのでその子たちとかを誘って、うん、新しく部活を作りました <laughs> あすごい <laughs> じゃあもう活動するところからじゃなくて人を集めたりとか作それこそ本当今回うん、うん、映画を作った時みたいな感じで職人 <laughs>、ね、集めて活動内容をゼロから考えて、うん、みたいなのをめちゃくちゃやっててその時 のこと本当ですかそこは大変だったところは特にどんな、まあ、こう仲間を集める活動内容を考える、はいはい、実際に活動するっていう、はい、いろんなこう切り口があると思うんですけど、はい、特に大変だったのって大変だったのは、うん、結構やっぱ活動内容ほ、うんとにその例えば運動部だったら結構活動内容がもうしっかりあると思うんですけど。はい、イエブって 結構個人プレーになってしまうというか、うん、わざわざ集まってやる意味って何だろうっていうのをめちゃくちゃ考えてて、うんうん、なのでなんかこう,もうみんなで新しい武士を創刊したり学校中の人が手に取れるような場所にフリーペーパーを作っておいたりとか、うん、そのおさをったりとか、うんうん、あとあれですねなんかあの結構お互いに読み合って批評会みたいなのを大事にしてたんですけど、うんうん、なんかその批評会とかも。 結構ただ読み合って「あ面白かったです」っていうなんか、うん、感じになってしまうっていうのをすごい避けたくて、うんうん、なんかあの評価表みたいなのを作ってんだろう文章のうまさとかそのなんか話展開の面白さとかかすごい細分化してそれを点数化して。うんうんうん あの点数をつけてもらってでそれを私が全部回収して平均値を出して、うん、こうそれぞれの強み弱みをなんか自分で把握できるみたいなその,のなやったりあと自分でそのなんか私は結構もう感覚で書いてるタイプだったんですけど、うんうん、一応その小説の書き方みたいなのを自分で勉強して、うん、みんなに伝える資料を作ったりとか。<laughs> 活動内容を考えるのが一番大変ではありましたね。いや私実際活動するのもそれだと結構大変でしたよねきっと。大変でした結構やっぱ毎週毎週活動内容を考えなきゃいけないんで <laughs> 大変だったんですけど、はい、でもやっぱり結構楽しかったですね。うんうん、あとあそう結局全国大会も行けたのでえ<っ>全国大会もあるんだって感じなんですけど <laughs> すごいす、ね、中学でってことですか そうなんですねなんか全国高等学校総合文化祭っていう、うん、一応なんか全国大会みたいなのがあってそれにあの何人か一緒に受けたような記憶があるのでそれは本当にその中学 <laughs> えと文芸部を作ったところに端を発してるっていうことですもんね。<laughs> そうです、ね、じゃあ中学高校時代は結構その文芸を中心にえとご活動されていたっていう感じなんですかね創作活動という意味では。 そうですね、えっと、中学はもう本当に結構それをやっていて中3の時に賞をいただくんですけど田辺聖子さんっていう作家の方の、はい、あ分かかりります分かります賞をいただくことになってそれが実はあの中1のと夏に書いた小説だったんですけどすごいですね。んか中3の夏休みに宿題で出せって言われて出したら本当にたまたま。 賞をいただけてなんかでそれが全国に満点で最優秀賞、はい、で思ったよりも結構大きく取り上げていただいてうん、うん、f ニュースとかにも載ったりしてうん、うん、結構それで <laughs> 気持ちが落ち着いてしまったというか <laughs> うん、うん、一旦なんか満足し,たりしてしまって、うん、高校は結構一旦もうさっと <laughs> やらなくなってしまったんですけど <laughs> なるほどななるるほほど。 書いていくうちに、うん、なんかその時の自分の経験ではまだ書けないなって思ったことがたくさんあって例えば恋愛とかもしたことがないし、うん、なんかほかにもなんかいろいろ経験したことがないことがたくさんあるなって思って何、うん、かそういうことをいろいろやるって意味でも、まあ、あと高校は受験勉強もあるので、うん、っていう意味でも一回離れたって感じでしたね。 なる,なるほど。なるほど。じゃあこう高校で全国大会とかはまあ目指しつつもこう。主軸としてはまあ熱量としては何だろうな。まあ受験勉強だったりとか、そういう方にだんだん比重が上がっていったって感じだったんですかね。そう,ねうそうですね。うん、うん、うんうん。ありがとうございます。でまあ、そうするとま違う。こうまあ高校時代はまあちょっと落ち着きつつまあその大学。うん 大学とかも結構創作活動されてた感じなんですか大学は結構本当にいろんなインターンとか、うんえー、大学の授業もそうですしバ、はい、イトもそうですしなんかゼミも入って、はい、なんかもう本当にいろいろやりすぎて、はいえー、んあんまりがっつり創作活動って感じじゃなかったんですけどでも結構今の活動につながったかなって思っていることが、うん、私アカペラサークルに入ってたんですけど 1>,、はい、まあ1年に2回、まあ、大きいコンサートがあって、はい、そこで。 結構映像とかも使うんです部員が多いサークルで200人ぐらいいるサークルなんですけどその時にプロデューサーっていうのを全部決める係の人が、うん、の私4年生だったんですけどだ2年生の仲のいい後輩がプロデューサーをやっていてであのその子にエンドロール映像を作って。 くれませんかっててていいいいう風に依頼したただいてなんかやりたいみたいな感じでやってた,ただのエンドロール作っても面白くないなって思っちゃってかせっかくならそのライブの、まあ、いろんなところに筋があるんですけどそこにもうめちゃくちゃ伏線を仕込みまくって、はい、エンドロールで全部回収したら面白いんじゃないかみたいな <laughs> なるのをやったんですよ。その時 もう本当に今回の映画みたいな感じで、本当、そこそ30人ぐらいに協力が多いで、うん、なんかもうこういう服選仕込みたいんだけどみたいなのを <laughs>、もういろんな人に連絡して、で、なんか実際に一本の映像にしたみたいなのが、結構今回の映画制作とつながってるかなって思ったりします。そうだったんですね。実はちょっとあのそれのノートを、なんか、はい、あの4、はい、2本で、ね。<laughs> ありがとうございます。そうです、そうです。 私私同じ大学なんですけど、<あ>ゼミにゼミの子いたんで,<あ>そうです。そ<う>え誰だろう。<laughs> 結構だいだいぶ上だと思います。はい。あと <laughs> <後>で。<laughs> <laughs> そうなんかこれノートでもそう拝見させていただいて、うん、なんかめちゃくちゃこんなこんなすごいことサークル活動でやるんだっていうのはすごい思いましたね。<laughs> うん、本当になんか。 あの結構見に来ていただいた方にもびっくりされて今まで見たので一番びっくりしましたみたいな <laughs> 本当にそれこそこの映像のために7個上とかの先輩にも会いに行ったりして、えー、<laughs> 実はこのノートにあの映像のリンクも貼ってあるんですけど連絡取って会っていただいたりもして本当だ OB の方も感 <laughs> 感じじられるにしましまた、えー、すごいですねこれ。 なんでこんなすごいって思えるかっていうとなんか私の力だけでやってないので、うん、<laughs> 私は企画して映像作っただけで他の方が図面描いてくれたり、うん、<laughs> なんかもいろいろやってくれてちょノート見てたら自分の知り合い見つけちゃってちょっとわって思ってたけどちょっと一旦飛ばしてあと,ちょっと後ではいで <laughs> なるほどじゃあそうすると<え>じゃあ,まあ大学時代いろんなことやりつつもや、はい、っぱりそこで。 割とかっつり操作活動する機会があったっていうことなんですかね？2。4年生の時にうん。なんか創作活動とは思ってなかったけど、うん、自分の作品を作るのが好き。っていうところは再認識できた。た かなななって思ってまる、うん、るほどなるほどど、まあ、じゃあ結構その作品作るのいいなっていうのも最害にできた大学時代で、うん、まあやっぱその経験が今につながってる部分っていうのは結構これまでのそう中学高校大学っていうのが、うんうん、ま社会人になってとつながってきているっていうところは結構やっぱあるんですかね。 ありがとうございます。まあ、こうやって、まあ、映画を作るということになった、まあ、経緯というかその積み重ねの部分、うん、今聞いていったんですけれども、うんはい、なんかあと、まあ、もう一個ちょっとあの切り口として聞いてみたいなって思ったのがかなりやっぱ勇気のある行為何だろう、うん、や,や,やったことのないことやりたかったけど、うん、やったことないことをやるって、まあ、かなり勇気がいることだなっていうふうに、ねうんね、すごく感じました。うんうんで まあそういう勇気をまあこう起こしていくっていうのもうんとありますしまやっぱりそういうことをやる上でこうご自身が大切にしていることだったりとかまあいわゆる価値観っていうんですかねなんかそういうところなんか意識されてることとかがきっと本当にその積み重ねでなんかその今やりたいことをやるっていうことができてるんじゃないかなと思うんですけどなんかこう日々大切にされてることとかなんかその背景みたいなところもお伺いしてみたいなと思いました。 はあ、ありがとうございますそうですねえっと3つか4つ、うん、ってなるんですけど人との出会いのご縁というかすごい大事だな大事にしたいなと思っていてうん,、うん、なんか結構やっ,やっぱやりたいことを始める時に始められる勇気に大事なものってうん,、うん、なんか自己肯定感があることと、うん、人とのご縁だなって思っていて。うんうん 肯定感をちょっと後に回すんですけど今、うん、までやってきた活動って全部人でつながっててうん、うん、それこそあの私が映画を作る時に背中を押していただいたというかうん、うん、っていうのがそのシックスカレーっていう、うん、あ会員制のカレー屋さんがあってはい、はい、そこに私大学卒業前ぐらいに入ったんですよ。そうえそうスタッフとしてってことですかあ いや会員としてあ会員として,ては食べに入ったんですけど、はい、そこの方が,が大人なのにめちゃくちゃいろんなことに挑戦されてる方が多くて年齢を感じないというか、うん、すごいいろ,んなかいろんなことに挑戦されてる方がいてすごいたくさんいい出会いがあってであのやっぱそういう人たちを見てたらなんか映画もゼロからでもできそうって思えたし、うん、あと実際映画、うん あの今回メインで使ってるロケ地が「うん、クシクスカレー」でお友達になった方のお家なんですよ。え<っ>そうなんですねはなんかで、実はその映画を作るより前に、ね、そのお家が素敵すぎて、うん、<laughs> すごい、ね、あの綺麗なお家でなんかそこで作りたくて、うん、<laughs> でなんか脚本も実はそれに合わせて書いてたりして。え そうなんですもうじゃここで撮るって決めてそれに合わせた曲を作ったってことをそ,、ね、なんかもそのうちにめちゃくちゃ楽器がたくさんあってコントラバスとか、うん、あピアノとかギ、うん、ターとかもたくさんあってそういうのを生かして結構音楽とかをテーマに <laughs> したりしてなるほどで実際な女優さんとしても出ていただいてる方もいて、うん、あのカレー屋さんの,の<ー>方でスリランカルーツの。 設定でセリアンルなるほど本当にシックスカレーなかったら映画撮れなかったんじゃないかみたいなぐらい本当にお世話になっててなんかそれをじゃあなんかシックスカレーどこで知ったかっていうとあの実はカペラサークルのさっきのコンサートのプロデューサーをやってた後輩から教えてもらったんですよ。うんえー、そういう感じで何か全部つながってて。なるほど 本当に正直アカペラ全然上手じゃなくて何回もやめそうというかなったんですけど結局4年の最後までいたんですけど本当にいてよかったなって思うのがゼミも多学部入ゼミって言って科学部なんだけど小学部の軽量経済学のゼミに入っていてそうなんでですすねね結構珍しいよそうかもしれない試験とかもあって大変だったんですけど何かそっか。 でも、あのサークルの先輩ってきっかけで、えー、そういう楽しそうなゼミがあるんだみたいなのも教えたし、えー、なんか本当になんか思わぬ出会いからいろんな活動に発展してるなっていうのがあってなんかそういうのすごい大事にしたいな,な,な,んかなので結構やっぱいろんなコミュニティに顔を出すというか,なんかいろんなところで友達を作るっていうのはすごい大事にしたいなと思っています。 もう一つ目の大事にしてる価値観が人との出会いを大事にするっていうところですよね。これはちょっとサクッといくんですけどあとあれですね人の挑戦を応援するっていうところで自分も結構いろいろ挑戦してると否定されることってめちゃくちゃ多くてでもやっぱり結果出すまでってみんなそりゃそうな。 って感じなんですけんかいやそんなん無理やろみたいな感じが、まあ、やっぱあるのでうん、うん、なるべく他の人が挑戦してたら応援したいなって思ってるしみんなが応援し合えた方がすごい面白い社会になるんじゃないかなって思ってます。うんうん 何か,かそういう、うん、そうですね何か、まあ、否定されるっていう,こう痛みを知っているからこそやっぱり人の挑戦は応援したいなっていう気持ちがあるっていうことなんですかね。うんうん、ありがとうございます。でじゃあ2つ目がその人の挑戦を応援するっていうことで何か今3つあるっていうふうにおっしゃっていただきましたが、うんうん、あとはどんなことがありますか、はい、えー、あそうですね変化を恐れないことですね。もともと私すごいその変化してるって周りに思われるのがすごい怖かったんですよ。 なすかった今でもちょっとそ,そういうところあるんですけど<は>例えば前言ってたことと違うじゃんみたいな、えー、思われるのがめちゃくちゃ怖くて、うん、だからなんかあんまり SNS とかもこれつぶやいて、うん、なんか例えば1年後とか考え変わってて。 あの時と言ってること違うって思われたらどうしようみたいな思って全然つぶやけないみたいな今でもあんまつぶやくの得意じゃないんですけど <laughs> みたいなところがすごいあったんですけど<ー>今日と10年後言ってることが同じだったらそれ成長してないってことだよなっていうのを話してる時に思ってか毎日違う自分になることを恐れないっていうのがやっぱ挑戦につながるのかなって思いますね。うん なるほどなあじゃあ今はどっちかっていうとこう、うん、なんかずっと変わらないのではなくて変化していくっていうことをまあ肯定できるようになった、うん、あるいはまあそれを恐れないことが大事なって思いになったっていうことなんですかね。そうですなんかもうなんなら毎日違う自分になるっていうあいい気持ちで生活しようって思ってますいいですね。なるほどなるるほほどど、うん、ありがととううございまますこここであのちょっとこう これまでの,あの今の活動っていうところに特にフォーカスをして、うん、えと大事にしている価値観だったりとか創作活動のこれまでの経緯っていうところをお伺いしてきたんですけれども、うんまあ、今の価値観が形成されている生い立ちっていうところもあのちょっとだけ、うん、あのお話聞いていければなというふうに思っています。通常のユニークのインタビューですとこうなんか小っちゃい時どんな感じの子だったっていうところから、うん、か現代まで、うん、現代 <laughs> <laughs> みたいな感じでちょっと簡単にあのなぞっていけるといいかなと思うんですけどなんかこうあれですねじゃあ今あの24歳っていうことなのでいって前にちょっと戻って思い出していただければと思うんですけれどもなんかこう幼少期とかなんかこうどんな子だったなとか何かあれば教えていただけますか <laughs> そうですねえっと 創作活動についてはさっきお話ししてしまったのでんかちょっとまああの焦点を変えて結構今でもずっと人生のテーマにしていることがあってんか結構そうですねそ,れそ,そのことについてちょっとお話したいんですね。ね 結構私の人生の中のテーマで、うん、あの理不尽な目に合う子どもがいない社会を作りたいっていうのがあって幼少期には<っ>なんかなんでこんなに生まれた生まれた環境によって全然違うんだろうっていうのがすごいあってんかめっちゃ理不尽だなーと思ってもちろんあの私はこの年まで生きながらえてるんで全然幸せな方だと思うんですけどうん、うん、なんか。 やっぱりその生まれた家庭によっては虐待されて亡くなっちゃったり、うん、そういうこともあるじゃないですか。とかやっぱ周りの家庭とか見ててもなんかこっちはすごいお金持ちそうだけど、うん、こっちはすごい大変そうとか思ってて、うん、なんかもう本当四4歳ぐらいから不公平だなって思ってて。えー、すごいですね <laughs> <laughs> 今でもやっぱ思ってるのが年、うん、を取っていくとやっぱ自分でどんどん 人生って選んでいけると思うんですけど、なんか、うん、生まれるところだけはやっぱ選べない。変えられないっていうのがあるので、うんうん、そこで理不尽な目に。会う人をなくしたいっていうのはすごい。思ってます。持、うん、ってました。うん、そうですね。まあ、うん、なんか幼少期はもうなんかそういう感じで、なんかあと。小学校とかいじめとかも結構あって。いや、ありますよね。そ <laughs> いですね。うん、なんか私がターゲットだった。 わけけじゃないんですけど、はい、そういうのも見ててなんかめっちゃなんか <laughs> な,なんだこれは <laughs> な,<んか笑>なんか理不尽だなーってすごい思っててそういう理不尽に対する反発みたいなのはすごい多分ちっちゃい時からあってななるほどなるほほど、どあとなんかやっぱり、はい、そういう変えられない理不尽はすごい嫌だし一方でその自分の努力でどうにかなることは自分でどうにか、うん ていきたいっていう気持ちは、すごい強くて。なるほど。なんか、生まれつき決まること以外、あ、自分ですごい、どうにか、できるっていうのは、すごい、なんか、本当、なぜか、ちっちゃい時から、めちゃくちゃ思ってて。うん、すごいですね。<laughs> なんか、すごいな。大人みたい。<laughs> いやいやいやなんか、ネタなんですけど、なんか、あの、含みみってあるじゃないですか <laughs>。は,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 はいはい。なんか、耳たぶが、耳たぶが、大きいと、お金持ちになれるみたいな。確かに。 で、っていうのを聞いて、自分で耳たぶ伸ばしてましす。でもそれぐらい自分で変えるぞってことです、ね。<laughs> どうにかなるだろうみたいな。なるほど、なるほど。そう,そうですね。<laughs> <laughs> 思ってました。ええ。まあ、だから、結構勉強とかも。頑張ろうっていうのはあったかもしれないです、ね。まあ、勉強自体は自分でどうにかできることだからってことなんですかね。うんうん 結構あれですか、なんか勉強はもう頑張るっていう感じの、うん、まあなんていうんですかね、雰囲気なんだろう周りの雰囲気というか、うん、環境というか、うん、結構勉強するぞっていう感じだったんですか勉強、あでもやっ、ぱ小学校は荒れてたのであそうなんです荒れてたんですけど、それもやっぱり親に自分の力で頑張れみたいな。<laughs> うん、言われて育った。すごい。頑張んなきゃみたいな。じゃ、中学校受験するみたいなのも、じゃ、ご自身で結構。決めて頑張ってっていう感じだったん。そうですね、やりたがってましたね。はあ、すごいですね。結構多くの場合。ね、中、うん、学受験とかって、なんかもう親に言われて、しぶしぶみたいな。うん、遊びたいけど、我慢してとか。な、うんか、うんうん、そういうの聞くので。なんか、すごいなって思いました。うんうん、そうだったんですね,いね。なんか。 やりたいって言ってやらせてもらえるだけ恵まれてるなとは思います。すごい。いや,いやでもそう言えるだけでも本当にすごいなって思います。いやいやそこ。うん、中学高校時代とかは、うん、まあ先ほどその創作活動についてお伺いしたんですけれども、なんか印象的なことだったりとかこんな感じの子だったなみたいなのとかってあったりしますか？まあそうです。中学はさっき言った感じで部活やってたんですけど。うんうん 高校受験勉強始まって、せっかく頑張るなら一番になりたいみたいな。<laughs> うん、なんか昔からその、なんかやればできるみたいな気持ちが強かったので。うんうん、一番になりたいって思って、大東大行きたいって思って。わお、すごい。めちゃ勉強してましたね。ね<ー>下の方からのスタートだったんで、やっぱ現役は落ちちゃって、うん、で浪人もして。うん、なんかもう浪人がめちゃくちゃ幸せで。 えそうだだったんでですね、うん、勉強だけしてればいいいじゃないですかまままあああそれがめちゃくちゃ幸せで、はい、なんかもう一つのことを頑張ればいいっていうのがすごい好きで映画作ってる時とかもそうだったんですけど、うんうん、この時期一つのことだけやればいいみたいなのがめちゃくちゃ幸せだったんでなんかもうほと1年間ずーっとひたすら勉強してて全部 A 判定になって。 わすごい,なん,かすごいなんかもう楽しかったみたいな。<laughs> なるほどじゃ勉強自体はそ、うんさす、ね、なに嫌いとかそういうことではなくて結構楽しんでやることができてたなっていう感じなんですかね。うんうんうん、そうですねやっぱなんかうん、うん、やればできるっていう気持ちがなんか全然成績良くなくてもあったんで、うん。<laughs> いや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 。予備判定ってことはねもうかなり成績も上がっていってっていうことですもんね。 ちなみにうん、うん、学部選びとかっていうのは何かあったんですかこだわりというかああんか入学するときはなんか社会心理学をや,っぱやりたいなって思ってええーうん、今の学,、うん、学部に入りましたねああなるほどなるほどでじゃ実際にそう社会心理学ができる学校うん、うん、学部に入れたっていうことですよねうん、うん、そうですね社,社会心理学できましたねううううんうんうん、うん <laughs> なんか実際入ってみてみ大学に大学時代とかは、まあ、その社会心理学の勉強とかもそうだと思うんですけどさっきちょっとさらっとあの教えていただいていたインターン授業バイトゼミみたいなんかその辺はどんな感じで活動されてたんですかっ一番印象に残ってるのが「ラーニング・フォー・ル」っていうの p o で活動していた時のことなんですけど。 あの生活保護受給世帯の子供に勉強をしているっていう目標で本当に研修が何十時間何百時間とかあって、えー、活動もすごい本当に、まあ、楽,楽しい、まあ、大変だけど楽しくて、うん、なんかその研修の中であのすもう忘れられないんですけどなんか一番あなたが怒りを持ってることは何ですかみたいな怒りを持ってることうん、うん、聞かれてその時になんかすごい子供が理不尽な目に遭うことだなっていうのに。 うん、すごいその時に改めて気づかされて、うん、なんかそれが結構、うん、ずっと、うん、なんか人生の目標それ第二の時だったんですけど、はい、それが結構もうなんか自分の中でテーマだなっていう風に再認識してでなんか私4年の時に卒論2本書いてて、うんうん、え <laughs> すごいですね <laughs> で私さっき言ったようにゼミに多角も入ってたので、うん、給料経済学と社会心理学、うん で、日本書いてて、えー、で、なんか、はいはい、でも、実はテーマはどっちも幼少期の子供への支援の効果に関する <laughs> 論文なんですよ。で、それを、あの、定量的と定性的に分析したっていう。論文を、はい、まあ、その経済学的な観点と、はい、社会心理学的な観点から書きました。はい、そうだった。じゃ、あ一つのテーマの表裏じゃないけど、うんうん、そういう感じの聞き方をされてたっていう感じなんですかね。 そうですね、経済学のもうはひたすらデータ取ってう、はい、それは統計ソフトで <laughs> どれが優位みたいなものを出していてもう一つの方はフィールドワークですね結構いろんなところにボランティア行ったりしてフィールドワークでって感じで研究ししました、ね、結構その社会心理学とか統計の方もやっも子どもっていうところに根ざしている部分が大きいんですかととすするとそうです、ね、もうどっちもそのテーマでやりましたね。 幼少期からのテーマでもあるし、うん、その第二の時の NPO を通してなんか再認識したテーマでもあったので、うん、今ちょっと子どもっていう話が出たと思うんですけどちょっとあの、まあ、現在の活動っていうところ先ほどお伺いしたので、まあ、その子どもつながりのところもあるかなと思ってちょっと今後の。 あの展望みたいなところについてもぜひお伺いしてみたいなと思うんですけどなんていうんですかね、まあ、今の仕事の延長線上というかうん、うん、まこの仕事の先に何があるのかっていうのもあるしうん、うん、さっき言っていただいたみたいな人生を通じてこれをやりたいみたいな多分なんか2つあるのかなっていうふうに思うんですけど今後やっていかれたいこととかってうん,、うん、なんかどういったものがありますかうん、うん、そうでですね、えー、とまず、まあ、今とととしてはうん、うん、大きいいころでいくと 私はノーランきなのでで、まあ、ハリウッドで映画を作りたい,みたいな <laughs> めっちゃかっこいいですね。もうでかすぎてなんかどうやってやるかあんまり分かってないんですけど <laughs> っていうのと、うん、あとまあなんか世界史の直書になりたいなとか <laughs> そういう野望はあるんですけど、まあ、でもうんあとはあのあれですねなんか、まあ、も,もう一つやっぱ人生的な目標としてはなんか子供が理不尽な目に遭わない仕組みを作っていきたいみたいなところがあってうん、うん、でもなんかそのまあ 2つ融合したところでいくと結構実は今回その全国上映が決まった映画にも虐待される子どもが出てくるんですよだったりなんか自分の書きたいテーマとかって、まあ、自然とそういうふうに入っていったりもするのでそういうのをまあ映画で伝えていけたらいいなっていうところでもあります、ねうん、ああそういう,こうなんか自分の、まあ、こう追求していきたいテーマ。 っていうところを、うん、まあ、映画で伝えながら、まあ、こう、それと同時に。やっぱり、その、子供が理不尽な目に遭わないような仕組みっていうところについても。うん、こう、進めていきたいなっていうところなんですかね。うん、そうですね。うん、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 ありがとうございます。じゃ、結構、こう、なんていうんですかね。主軸の活動としては、映像っていうことになるんですかね、うんうん、今後は。そうですね。結構、あの、今はそれこそ、あの、ミュージックビデオの客観監督だったり、今のブランディングムービー。 とかののお仕事もいいただいているので、えー、とりあえずそれをちょっと頑張って <laughs> 頑張っていきつつんかもうこれで確定点はなくて正直自分でも来月何やってるか分かんないなと思ったり <laughs> するのでいろいろ何かそ柔軟に挑戦をしていくっていう,、ね、うん,うん、うん ありがそういうこう、まあ、これってまあ決めてしまうっていうよりはこう自分の信念に沿ったものであればこう何でも挑戦していきたいなっていうような感じのスタンスなんですかね。うんうんうん、そうですねまあ尾崎さんが小説もネット上にそうなんですよ、うん、私もこれ全分に読もうって思ったら PDF 飛んだら <laughs> <laughs> なんか消えてて <laughs> <お>い <laughs> そうです結構数年前に消えましたね公式サイトに載ってたんですよね。 悲しいですね。できればちょっとどこかにデータが残っていれば公開を待たれますね、はい。ありがとうございます。<laughs> <laughs> あの今回のユニーク キャリアラウンジっていう、えー、とメディア自体が、うんまあ、ユニーク世代の方を対象とした、うん、えと人生の意思決定っていうところを応援するようなメディアになっています。うん、であのやっぱりユニーク世代、まあ、アンダー29え2、ー、9の方の中でやっぱりこうどうしてもなんていうんですかねもうこう自分がなんか人生充実してないなっていうふうに思ったりだったりとか、まあ、こう自分がやりたいことがあってもうまく前に進めなかったりとか、えー、と村上さんみたいにこう、うん、なんていうんですかね 前に進む勇気っていうところをなかなか持てない方っていうのもいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあそういったユニーク世代の方に何かメッセージがあればあのいただければと思います。はいはいありがとうございます。はいそうですねえっとなんかいろいろ挑戦していく上で、うん、自分もなんですけど周りを見てて一番大事かなって思うのってやっぱその自己肯定感。 うん、うん、ってなってます。<laughs> 思ってて <laughs>。な,なるほど、なるほど。やっぱいろいろ挑戦するときに。多分自己肯定感があれば。できちゃうっていうのが <laughs>。すごいやっぱ思って,て。うん、で、でも、なんか、どうしたらいい、だよって、ま思いじゃない、思いますよね。なんか、その自己肯定感って、今更言われてもって。なると思うんですけど。うんうん、私、結構、その周りから、自己肯定感高いねって言われることが。 多いんですけどなん,かな,んでかなって思ったらすごい親がめちゃくちゃ変わった人たちだったんですけど何の根拠もなくなんか天才だねみたいな。<お>えすてきですね。<laughs> そういうちっちゃい時に天才天才みたいな言われててうん、うん、マジで何の根拠もないんですよこれ。<laughs> <laughs> 本当にその時別にやっただの子供なんでうん、うん、何もないんですけどなんか言い聞かせると本当になるみたいなところがあるのでぜひうん、うん、今日から鏡を見て天才天才って <laughs> 自分に対して、うん。 <で> <laughs> 言うといいんじゃないかなと思うしあとやっぱその友達とか、うん、友達とか恋人とか知らない人とかにもい、うん、うことですごいみんなが心得感があってハッピーかなっていうもうのでなんか, <laughs> かお互いにみんなで褒め合っていけたらいいなって思います。うん、確かに確かに結構安易に いやそれ天才じゃんって、うん、もう言い,言いまくるってことですよね、はい、<laughs> 私も頑張っていっていきたいと思いますありがとうございます、うん、ではちょっとここからあのご質問のお時間に移りたいなと思っております、ねうん、ちょっとチャットで難しい方は、うん、あの音声でいただくのでも大丈夫なんですけれどももしご質問ある方いらっしゃればぜひいただければと思うんですけれども、うんうんうん、どうしようかな 山崎さんとかもしごかあ山崎さんからご質問いただきました大変だなと思うとき、うん、どんな習慣でまたパワーを充電していますか<っ>ということでやっぱりこうね波がある、うん、まあなんだろうなご機嫌にも波がある大変だなって思うときもあると思うんですけど、うんまあ、どうやってこう回復してますか充電をえー、なんだろう,う,ん <laughs> う<ん>難しいですねこれ <laughs> 大変だなと思うとき、うん、なんか結構 何か目標に向かってるとき大変だなって思わない <laughs>。なんか夢中にな、なんか夢中になることを見つけるかな。あ、いやでもなんかもう完全に充電的な意味で言うと、うん、あのアイドルの動画を見るのが好きなんでアイドルの動画を見ます。そうなんです、ね。<laughs> どっち系のアイドルですか。最近は乃木坂さんをずっと見てます。そ <laughs> うですかね。成田さん。うん、なるほどなるほど。こうずっと見て。まあ確かに充電しま,ますけど。確かになんかでもなんか。も <laughs> 最近すごいあこの人たちも仕事大変なんだなって夢で見ちゃって逆に疲れます <laughs> まあちょっと裏,裏側のことも分かってみたいな確かに私もアイドルの動画見まくってますね,いいすね <laughs> ありがとうございますいや可愛い可愛いは本当に正義なんで、うんはい、ありがとうございます最後にあ ご両親の話をもう少し聞きたいですこれはどういう意図というか、うん、なんかどの辺のことを聞きたいですか、うん、尾崎さん。もし声出せればぜひいただければと思いますもしチャットでも大丈夫です、うん、あれですかね多分さっきのその天才っていう風にこう声をかけてくださった親御さんの教育方針だったりとかそういったところになるんですかねど,どう変わってるかとかそういうところですかねああ<ー>、なるほどなるほど まあ、多分やっぱそのご両親のまあ価値観というか生き方というかそのまあ,あんまり何も考えずに天才天才って言わないと思うのでそういうところで何かまああんまりその自分の親のこととかを深く考えることないかもしれないでないかもしれないですけどまあ,あ,のまあちょこそ村上さんから見て。 今今の段階でご両親がどう見えてるかとか、まあ多分これもまた変わっていくと思うので、お<ー>話をちょっと受けたらと思います。鈴さん、ご質問ありがとうございます、うん。ありがとうございます。そうですね、教育方針とかのかかうん。ああ、うん、でも確かに何の考えもなく、うん、そうですね、確かに考えあったのか、考 <laughs> え<や> <laughs> ないと思ってたけど、あでも、うんそうですね、結構、まあでも、 両方とも結構自分のやりたいことをやるタイプではあるかもしれないですね。うん、なんか例えばあ,、うん、あの親今年、うん、国家資格取ったり <laughs> すごいですねアクティブ <laughs> !50 後半60手前ぐらいなんですけどなんか変わってますよねだって、うん、その年で。 学校通おうと思わないじゃないですか。<laughs> そうですね。本当若い子に混じって学校通って国家、うん、資格取ってとかちょっと変わってますね。怖 <laughs> <laughs>、うん、いですね。 そろそろお時間にもなりますので、ちょっとクロージングに入っていければと思います。えっ、ー、と、本日は村上美子さんにお話をお伺いさせていただきました。はい、えっと、まあ、かなりこうな原動力になっているところ、やっぱり、はい、まあ、子どもの理不尽っていうのをなくしていきたいっていうところもありつつ、まあ、はい、ご自身のこう、これをやるんだっていう意思を貫き通して、はい、あの、どんどんやっていくっていう、こう、意思の強さと。 本当はこう周りの方とのご縁だったりとか周りの方とのこう些細なきっかけをつかんでいくっていうところの軽やかさっていうのがなんかすごいなんかコントラストがありつつも一貫していてあのすごいあの素晴らしいなっていうふうに思いながらお話をお伺いさせていただきました。すご, <laughs> すごいまとめ。<laughs> でも本当にすごいなっていう。ありがとうございます。ではえっ、ー、と本日のニッケルアランジ第四百六十四回は以上とさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、今回のゲストは、はい、映画監督脚本家の村上美里子さんでした。はい、村上さん、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。